一つの指輪、ギュゲースの指輪は、自在に姿を隠すことができるようになるという、伝説上の指輪である。リュディアの人ギュゲスが手に入れ、その力で王になったという。また、プラトンの著作である、国家において、ギュゲスの指輪をもとに議論が展開される。指輪の所有者は、自身の意のままに透明になることができるため、不正を犯してもそれが発覚することがない。 そのため悪評を恐れる必要がなくなるが、それでも人は正義を貫くかどうかが検討されている。16世紀の魔法の指輪を見つけた、ギュゲスの伝説、ギュゲスの指輪の話は、プラトンの著作、国家第2巻に記されている。ギュゲスという羊飼いは、ある時地震によって開かれた洞窟に入り、聖堂の馬を見つけた。馬の体の空洞には、金の指輪をつけた死体があった。 この指輪は玉受けを内側に回すと周囲から姿が見えなくなり、外側に回すと見えるようになるという不思議な力を持っていた。ギュゲスは王に家畜の様子を報告する死者の一人となって宮殿に入り、王妃に近づいて貫通した。それから二人で密測りごとして王を殺し、王位を散脱した。ギュゲスは暴風によってキリシャ人によく知られたクロイソス王の先祖である。 しかし、ヘロドトスの歴史第一巻には、透明になる指輪の話はなく、王に強いられていやいや王妃の裸を覗き見した進化、ギュゲスが、怒った王妃に大殺しを迫られたと伝える。古代ローマのキケロは、指輪の話が事実でないと考えられていたことを、紹介している。国家の中で、ギュゲスの指輪の話を紹介したのは、プラトンの兄グラウコンである。 グラウコンは、誰にも知られず不正を行うことができる場合に、ギュゲスのように不正を行って、映画を極める人と、正義を貫いて何も得ない人と、どちらが良い人生を送ったと言えるのかとソクラテスに、質問した。正義を進めるときに、世の人々は、良い評判が、利益につながることを理由としてあげるが、それは、人に知られず不正を働き、 良い評判を得たまま利益も収められれば良いという考えにつながらないかという疑問である。クラウコンの主張は次のものである。さて、仮にこのような指輪が二つあったとして、その一つを正しい人が他の一つを不正な人がはめるとしてみましょう。それでも、なお正義のうちにとどまってあくまで他人のものに手をつけずに控えているほど、鋼鉄のように思想堅固なものなど、 一人もいまいと思われましょう。市場から何でも好きなものを何恐れることもなく取ってくることもできるし、家に入り込んで誰とでも好きなものと交わることもできるし、これと思う人々を殺したり、今しめから解放したりすることもできるし、その他何事につけても人間たちの中で神様のように振る舞えるというのに、こういう行為にかけては正しい人のすることは、 不正な人のすることと何ら異なるところがなく、両者とも同じ事柄へ赴くことでしょう。人は言うでしょう。このことこそは、何人も自発的に正しい人間であるものはなく、強制されてやもうえずそうなっているのだということの動かぬ証拠ではないか。つまり、正義とは当人にとって、個人的には良いものではない、と考えられているのだ。現に誰しも、 自分が不正を働くことができると思った場合には、きっと不正を働くのだから、と。これすなわち、すべての人間は、不正の方が、個人的には、正義よりも、ずっと得になると考えているからにはかならないが、この考えは正しいのだと、この説の提唱者は主張するわけです。事実、もし誰かが、先のような何でもしたい放題の自由を焼酎に、収めていながら、何一つ、 悪事をなす気にならず、他人のものに手をつけることもしないとしたら、そこに気づいている人たちから彼は、世にも哀れな奴、大馬鹿者と思われることでしょう。ただそういう人たちは、お互いの面前では、彼のことを称賛するでしょうが、それは、自分が不正を働かれるのが、怖さに、お互いを欺き合っているだけなのです。プラトン、国家、上、岩波書店。 1979年4月16日、109から110ページ。ソクラテスの答えは、正義はこの社会的構造から派生したきたものではないと主張し、不正に身を委ねるのは、自らを精神の中の醜く汚れた部分の奴隷にすることであり、外的な状況がどうあろうとその状態は惨めだというものであった。ギュゲスの指輪の力を乱用した人物は実際、 自身の持つ食欲に奴隷になったが、一方で指輪を使用しないことを選択した男性は、合理的に自分自身をコントロールしているため、幸せであるという。国家、第2巻第3節ステファノス全集359ページ D-360 ページ B、岩波文庫上巻108から109ページ。ヘロドトス、歴史第1巻8から12、岩波文庫版。 上巻16から19ページ。義務について、第3章9節、岩波文庫版160ページ。国家、第2巻、ステファノス全集363ページ E、岩波文庫版、上巻116ページ。国家第9巻、ステファノス全集588ページ E-590、ページ A、岩波文庫版、月百292ページから29ページ。 義務について、第3章9節、岩波文庫版160から161ページ。デオフィクス3.3839、ホルト、フィリップ、H.G. ウェルズザリング・オブ・ジャイギス。サイエンス・フィクション・スタディーズ19。 パートに、J スター424153、http コロンスラッシュスラッシュ www.depa uw.et スラッシュ sfs スラッシュ bac, kis, sue, s, スラッシュ5 7スラッシュ holt57rt.htm 登録イザ・ロード・オブ・ザ・リング、ブックアイ、チャプターに、ザ・シャドウ・オ、e、ブ・ザ・パスト、 ハイト 2014P131 ハイト 2014P131132 ありがとうございます。